ロゴ、ソニー、ナレーターがスクリーン上のテキストを読み上げる。大きなスクリーンを背に、ステージでポーズをとる登壇者や登壇シーンが複数映し出されている。大切なのはストーリーを伝えること。ストーリーテラーである私たちはそれをとても大切にしています。スパイダーマンの 3D アニメが現れ、クルーが人工都市を背景に撮影。人々が西部劇をテーマにしたオフィスで働いている。創作とはプロセスであり、プロセスは人それぞれです。私たちはクリエイターやクリエイティブな人々のためにこれを作り上げたのです。有機的な形状のさまざまな色のアイコンが点滅し、その点滅がどんどん速くなる。テキスト、ソニークリエイターズカンファレンス、イノベーティングライブアクション&アニメイテッドプロジェクツ、ソニーピクチャーズイメージワークス、チーフテクノロジーオフィサーのマイク・フォードが映画のポスターの前で登壇。イメージワークスでは過去31年にわたって不可能に思われるリクエストをたくさん受け止めてきましたよね。ストーリーテラーである私たちはそれをとても大切にしています。ソニーピクチャーズイメージワークスビジュアルエフェクツスーパーバイザーのマイケル・ラスカーがスパイダーマンのアニメーション映画を映し出すスクリーンの前のステージでパネルに登壇。私たちの開発チームはイノベーションを起こし、ツールセットをゼロから作り上げました。新たなスパイダークラウドシステムを使うことで、多数のスパイダーバースのキャラクターをそれぞれ色やロゴや体の寸法を変えながら作れます。角張った青と赤の衣装がスパイダーマンのフィギュアの上に現れる。スパイダーマンとスパイダーウーマンが糸を伝って柱の中をくぐり抜ける。こうすることでスパイダーたちをほぼ無限に作れるようになりました。ソニーピクチャーズイメージワークスキャラクターアニメーションヘッドのアラン・ホーキンスがパネルに登壇。スパイダーパンクらしいアクションにどのように対応するか検討をしていました。彼を同人誌の切り抜きのように描くという発想は以前からありました。しかし課題となったのはいかにそれを実現するかです。お分かりの通り、とても複雑なデザインですから、どうすれば他の全ての要素とフィットさせられるかが不明でした。パンク風の服を着てギターを持ったスパイダーマンのイラスト。それに下手にやってしまうと、スパイダーパンクが全ての登場シーンで目立ちすぎてしまう可能性もあります。テキスト、エンジニアリング・フォー・クリエイティビティ・アット・ソニー・ピクチャーズ・アニメーション。ソニー・ピクチャーズ・アニメーションのテクノロジー・エグゼクティブ・ディレクターであり、ソニーのディスティングイッシュド・エンジニアであるイオティス・カタサンバス。彼がスクリーンの前で登壇し、創造的なプロセスと明記されたアイデアから制作までの絡み合った矢印を見せる。各アーティストはアプリケーション内で自分のワークフローを確立しています。どうすれば混沌とした作業をまとめて効率性を生み出せるでしょうか。アイデアから制作の矢印がまっすぐになる。フリキシーにおいてはこのインポートをエクスポーターとして作ることにしました。アニメーターがコンピューターで作業する。それでもアーティストが 3D 環境で作業できる方法も残したいと考えました。プレゼンテーションではアニメーションソフトウェアの隣にゲームコントローラーの画像が表示されている。そこでゲームコントローラーをいろいろと動かして写真を撮影するような感じにしました。するとフレームがレンダリングされ、フリキシーに送られます。フリキシーからお好みのアプリケーションで開けます。私たちが探っているのはいかに想像力を引き出せるかという点です。テキスト、ビジュアルエフェクツユージングリアルタイムテクノロジー。ゴーストコープのフィルムメーカーであるジェイソン・ライトマンがパネルに登壇し、その後彼が機器だらけの部屋で作業する様子が映し出される。正直なところ、私が最も興奮したのはこれについてほぼ何も知らなかったということです。バーチャル環境で撮影するというアイデアはとても意外ですがエキサイティングでもありました。仮想都市の通りや高層ビルのアニメーション。テキスト、ソニーピクチャーズテクノロジーズのリアルタイム視覚効果の概念実証プロジェクト。私はあのバーチャルの都市を初めて見せていただいた時、バーチャル空間でのテックスカウトがいかにエキサイティングでスリリングであるのか、にわかには信じられませんでした。エピックゲームズのアンリアルエンジンビジネスメディアおよびエンターテインメントディレクターのマイルズ・パーキンスがパネルに登壇。ストーリーを伝えるには嬉しい誤算も必要ですし、課題の克服も必要です。メッセージをたくさんの人たちに伝えようとすればしばしば課題も発生するものですから。アニメーターがコンピューターで 3D キャラクターをレンダリング。ソニーインタラクティブエンターテインメントのクリエイティブアーツバイスプレジデントであるデビッド・ムラントがパネルに登壇。私が初めて手掛けたゲームを今の視点から振り返って、あのゲームのピクセルを見ていただくと、巨大なブロックが動いているのが見えるだけです。映画「ゴーストバスターズ」のマシュマロマンがビルの外を歩いている。ピクソモンドのチーフイノベーションオフィサー、マームード・ラーナマがパネルに登壇。誤ってビルに入った時に屋内から屋外が見えました。するとジェイソンはとてもクールなショットだというのです。自分に何が作れるか、実は目の前にあったその可能性に気づく力が広がりました。テキストA New Frontier Taking Optical Tracking to the Virtual World of Sports ホークアイ・イノベーションズプロダクトマネージャーのサム・ボーンがボールを蹴るサッカー選手を映したスクリーンの前で登壇。この全てを可能にしている光学トラッキング技術はスケルトラックと呼ばれています。コート上のバスケットボール選手の体の上にスケルトンモデルが現れる。それに私たちのフォークビジョンという強力な視覚化ツールを組み合わせることで、スポーツの世界をバーチャルの世界に持ち込むことができます。その仕組みはどのようなものでしょうか。ビヨンドスポーツのチーフテクノロジーオフィサー兼共同創設者であるニコラス・ウェスターホフが仮想ホッケー選手を複数の角度からスローモーションで映したスクリーンの前で登壇。私たちがこれらのバーチャルシミュレーションを土台として開発しているアプリケーションは生放送のために作り上げられています。完全バーチャルに移行することで、このような不可能なカメラアングルを再現して、ゴールキーパーの腕と足の間にあるパックの様子などを視覚化できます。つまり不可能でありつつ完璧なカメラアングルを作り、それにスローモーションのようなものを組み合わせることで、従来の放送では不可能だった全く新たな方法で視覚化できるようになるのです。ソニーグループ株式会社テクノロジーインフラストラクチャーセンター副部門長の長浜博樹が、仮想世界へのジャーニー、仮想スタジアム、ソーシャル、定期的なエンゲージメントと書かれたスクリーンの前で登壇。トラッキングデータを用いて CG 制作コンテンツにバーチャルの世界を重ねることについてお話しします。アニメーション化された人々が 3D 都市を駆け抜ける。私たちはエティハドスタジアムをバーチャルで作り上げました。マンチェスターシティのホームスタジアムです。ユーザーは友達とここにやってきて、おしゃべりを楽しんだり、情熱を共有したりします。アニメーション化されたファンが仮想スタジアムに駆けつけ、フィールドで応援。このバーチャルの世界で新たな友達ができているといいですよね。テキストFuture of Virtual Production in Musicフィルムディレクターのアナスタシア・デルマークがパネルに登壇。私はこうしたものをアーティストが触ったり動いたりできる没入的な空間の中に作ることをこよなく愛しています。非常に精密にプリビズを作れました。私は画像を見て、すごい、そこにいるみたいだと思いました。ソニーイノベーションスタジオのアンリアルテクニカルアーティストであるイレム・ウイグルがパネルに登壇。もちろん最適化というのは大きな課題で、それにはアンリアルエンジンを使いました。とても重要な点の一つとして、私たちの壁の解像度は非常に高いです。フィルムクルーが都市景観が映るスクリーン前で作業。テキストプリプロダクションテストと最適化。お使いの PC の画面とは比べ物になりません。ソニーイノベーションスタジオソフトウェアエンジニアリングバイスプレジデントのトバイアス・ガンダーバーグがパネルに登壇。だからこのソニーイノベーションスタジオを使っています。アナスタシアとそのチームが何でもできる、何でも作れるという技術を生み出して作り上げたいからです。次にはどのようなクレイジーなアイデアが出るでしょうか。テキスト GT ソフィーA Breakthrough in Racing Simulation Game グランツーリスモスポーツ。ソニー AI アメリカのディレクターピーター・ワーマンがFIAGT 選手権のロゴと仮想トラックでレースする車が映し出されたスクリーンの前で登壇。私たちの大きな目標とは、トップのカーレーサーが互いに競う体験を再現することでした。トップのカーレーサーと競い合えるためには、まず同じ速度で走れるようにする必要があります。これを実現するために使っているツールは強化学習と呼ばれています。そのアイディアとは、世界の中にエージェントを組み込み、それがアクションを起こすことで世界が変化するというものです。しかしそれではどうも不十分でした。例えばスリップストリームを使えば加速して前方の車を抜けます。そのためエージェントがこうしたルールに従うようトレーニングしなければなりません。それに GT ソフィーがより速い速度を維持して、これらのコーナーを抜けることでタイムトライアルのシミュレーションでトップのカーレーサーを破れるのには理由があります。テキストオブセスド・ウィズ・リアリズム、グランツーリスモ、ベースド・オン・ア・トゥルー・ストーリー。プレイステーション・プロダクションズ、シニアプロデューサーのカーター・スワンがパネルに登壇。私たちは最初から創造的なインスピレーションを重視してきました。ヤンのストーリーに触れて、実話として語れると気づけたことが大きなブレイクスルーになりました。なぜなら、そうすることで全てに真実味を持たせることができましたから。映画「グランツーリスモ」の撮影監督であるジャック・ジュフレ ASC がパネルに登壇。私はソニー・ベニス、ソニー・ベニス2を使っています。着手した時点で、使いたいのはこれだと確信していました。フィルムクルーが、車内やレーストラックの横にカメラを設置。撮影中の写真が複数流れる。ニールにとって極めて重要だったことの一つは、トラックで起きていることをオーディエンスに対して常に把握させるということです。ついに天才的なアイデアを思いつきました。レーサーと同じレースカーを使ったらどうかと。そうすればレースカーについていけますから。カメラを多数搭載しているのでかろうじてついていけるだけですがね。カーターが話す。当社では役者を本当に現場に配置したいと思いました。そうすれば役者が加速度を感じて本物らしく見えますから、この真実味を捉えることを私たちは追求していました。ゲーム自体は実写風に作られています。これまでのゲームでも、エフェクトや荒い運転やレースなどの要素はふんだんにありました。それを実写風にすることで、ワンランク上の映像を作り、とても新鮮で、他に世に出ている何とも異なるものにできるのではないかと考えました。テキスト。ネクストジェンディベロップメント4ゲームズ。グランツーリスモ7を支えるレンダリング技術。VR、レートレーシング、スカイシミュレーション。ポリフォニーデジタル、リードグラフィックスエンジニアの鈴木健太郎がパネルに登壇。グランツーリスモ7でのプレイステーション VR2 サポート。高い FPS と高いリフレッシュレートが要求されている。テキスト。快適な VR 体験に必要なもの。高いレンダリングパフォーマンス。高いリフレッシュレート。最適化された 2DUI。これは、ユーザーインターフェースを最適化することで実現されます。PSVR2 は、HDR4K パネルを搭載しています。また、6DoF モーショントラッキングを備えており、視線トラッキング機能を使用できます。Next Gen Development for Games。スクリーンスペースシャドウズ。ベンドスタジオ、プリンシパル R&D エンジニアのグラハム・ゴルドリッジが山の風景を映したスクリーンの前に立っている。本日はスクリーンスペースシャドウについてお話しします。PS4 の Days Gone がこの技法を初めて使ったゲームでした。その主な用途、むしろ唯一の用途は太陽光による影の再現でした。その後のゲームでは、天光源やスポットライトによる影にも使用されました。ここで面白いものをご覧いただけます。こちらの一部の木々の周りに、実は1ピクセル分のエッジがあるのです。それは単純に、ピクセルは自身ではなく隣のピクセルに影を落とすからです。これがスクリーンスペース効果です。テキスト。Next Gen Development for Games。ジェネレーティブ ML を使用した 3D アセットの作成。ヘイブンスタジオ、ジェネレーティブ ML ディレクターのローガン・オルソンがパネルに登壇。パーソナリゼーションとカスタム設定は大きなトレンドとなっています。そこで、機械学習を研究開発し、機械学習を使ってパーソナリゼーションやマスクを実現する方法を検討したところ、例えばこちらのモンキークルーのマスクのようなものを目標に掲げるのがいいと感じました。カラフルな頭蓋骨の顔をした人とゴリラの顔をした人の 3D 画像がスクリーンに現れる。テキスト。私たちの WIP、3D で生成されたフェイスマスク。そこで、メッシュベースのコンストレイントを使って、私たちが使用しているアバターに追随させるというアイデアを検討しました。ヘイブンスタジオ、ML リサーチャーのナシール・カリード。どうすればこの結果をさらに向上してゲームで使えるようにできるでしょうか。まず考えたのは、放線ベクトルをレンダリングするというアイデアです。放線ベクトルをレンダリングすると、そのレンダリング結果だけでも形状についての情報を保持することになります。これらを使って最適化すると、反復するごとに形状がますますスムーズかつクリーンになっていきます。今日は本当にありがとうございました。この後も良い一日をお過ごしください。有機的な形状のさまざまな色のアイコンが点滅。テキスト。ソニークリエイターズカンファレンス。ロゴ。ソニー。コピーライト2023ソニーグループコーポレーションコピーライト2023ソニーピクチャーズテクノロジーズインクオールライツリザーブドゴーストバスターズの要素コピーライト 2023CPII オールライツリザーブドコピーライト&トレードマーク2023マーベル映画スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースコピーライト2023ソニーピクチャーズアニメーションインクオールライツリザーブドソニーイノベーションスタジオによるバーチャルプロダクション技術と LED ボリュームステージグランツーリスモ7コピーライト2023ソニーインタラクティブエンターテインメントインク